はい、メジャーリーグイチロー選手がですね、日米通算で4257安打というですね、世界記録を打ち立てましたね。ピート・ローズ選手の記録を抜きましたけども、まあ、アメリカのね、メジャーだけの記録じゃないとか、いろいろ言われてますが、でもね、偉大な記録であることに変わりはないですし、日本人だったらね、胸張って世界記録だと言っていいんじゃないでしょうかね。いやー、しかし本当にとてつもない大記録だと思いますね。本当にすごいですね。言ってみれば、バストを測るのと一緒だね。どういうことかって、驚異の記録ってね。ねずっちです。では、また。